こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。埼玉のおじいちゃんさん、アランさん、マシオさん、正代さん、アンドゥさん、カネちゃんさん、ティンバレラさん、ユケンさん、ひろゆきさん、ユーさん、パッパスさん、ユーちゃんさん、ライフパーソンさん、ユートさん、ペニちゃんさん、ギフトありがとうございます。こんばんは。今日はどんな一日？今日はめちゃめちゃお仕事が長かったですね。めちゃめちゃお仕事が長かった。うん、大変だ。大変だ。忙しい。忙しい。忙しいでちゅ。こんばんは。こんばんは。お腹空いたよ。2日だった写真少しずつ開けて、わあ、ありがとうね。可愛く撮ってくれてありがとう。みんなお写真お上手、本当に。今日めっちゃ寝た。
昨日って何がありました？昨日何時に配信したっけ？昨日めっちゃ寝たんだよね。昨日っていうか今日、今日はお昼の11時まで寝ました。だから多分10時間ぐらい寝たかも。10時間ぐらい寝ました。今日やばくね、やばくね。けれども眠いですけれども眠いです。全然眠いです。実はね、いとこが東京に上京してきまして、今日入学式だった。そう、いとこが東京に上京してきまして、今一緒に住んでいます。はい。でお姉ちゃんがね、逆にこの家を出る、まだ出てないけど、もうすぐしたら出るので、そう、まあ私は結局変わんないんですけど、住む住人が変わりました。住む住人が変わります。そう、お姉ちゃんがこのお家を出るので、そう、お部屋が一つ空いちゃうんですよ。お部屋が一つ空いちゃうから、うん、いとこがこのお家に来ます。まあもう今いるんですけど、そう、今、そう、一時的に3人。一時的に、一瞬だけ3人で今、住んでます。いとこが、めでたく大学生になりましたね。そう、シェアハウス、まあお姉ちゃんいなくなったら普通にお姉ちゃんの お部屋使うんだけど、そう、今まだお姉ちゃんいるから、まあでもひなは配信とかがあるから自分の部屋にはあんまり来てないです。お姉ちゃんの部屋に住んでるいとこ、今度はお姉ちゃんとしてしっかりしなきゃ、いや、しないっすしないので、ご飯作ってくださーいって感じで、ご飯作ってくださいお願いしますって感じです。洗濯当番とかね、洗濯とかさ、別に一緒にしてもいいやな、めんどくさくね、普通に家族なんだからいいやろカジはいいとこがやんのかな、やって、本当にやって、お願いやってくれ、暇やろ大学生どんな感じか知らんけど、まあね、いい感じに、いい感じに家事やってくれたらなって思います。いや、マジご飯作って待っててくれ、お願いだから。ひなのご飯を、学校終わったらひなのご飯作って待っててくれ彼女連れてきたらどうする？いいんじゃない？いいと思います。連れてこい、連れてこい。あ、はじめまして。とかね。とかね。
愛媛のいとこってご飯作るの得意な、知らん知らん、作らせるんだよでも嫌いではなさそうな感じしてた。多分ね、普通にできると思う料理。あのいとこのお母さんがいたんだけど、今日ぐらいまで、ひなと一緒に住むの強くなれそうだねって言ってたわかんの、多分ひなが大変な女だから、ひなと一緒に住んだら強くなれそうだねって言われてた。ビシバシとかそういうことじゃなくて、ひなが汚すぎてひなが大変、汚いっていうか、ひながもう何もしなさすぎて、あの大変そうだねって意味ひなと一緒に住むの本当に大変大変だから強くなれそうだねってこと。うん、大変だよ、ひなと一緒に住むの、なんか大変に決まってるやん本当にかわいそうかわいそう。かわいそう、かわいそう、ひなと一緒に住むの。まあしょうがない、宿命だ、頑張りたまえ頑張りたまえ。何歳跳ねてる？3歳、大学1年生になる年ですね。どこ3歳離れてます。え、ってことはさ、もしひなも大学行ってたらさ、重なるんだね。大学って4年だもんね。ひなが大学4年生で大学1年生、てかひなってまだ大学4年生の年なんだ、これから。え、ひなってまだ大学生の年なんだ。え、若っ。なんかひなもう高校卒業してから、高校卒業してからなんかもう自分年だみたいな、あ、学生とかじゃないんだって思ってたけど、自分がもし大学入ってたとしたら学生なんだねって思ったら、なんか一瞬だけ若く感じた今。そんなことはもうないけど。そっか。なんか帰ってきて今声が聞こえたんだけどさ、あのただいまとか言うの禁止って言わなきゃ。ただいまっていうの禁止って言わなきゃ。ね。本当に LINE 送っとこうすごくね、偉くね。でもさ、今なんて言ったか変な、聞こえなかったけど、ただいまって言ったんかな、知らんけどただいま禁止でただいま禁止で、可愛くない？お家帰ってきて、なんて、わかんないわかんない、なんて言ったか全然聞こえなかったけど、ただいまーって言ったんかな、あ、お邪魔しますって言ったんかな、お邪魔しますって言ったんかな、なんて言ったかわかんないけど、言われてみるとただいまっていうの確かに偉いね、思った。偉くね？偉くね、めっちゃ声だけなら出演してもいいんだ。ダメだよダメだよ、異性だよ異性だよ、男の子です。家族だとしても男の子です。おさらのお兄ちゃんバリバリ出演してる。ひなは嫌ですひなは嫌です。普通に勘違いされたくないし、言ってたにしろ嫌です。まずひなは家族をこういうのに出演させるっていうのが絶対に嫌な人なのね、私は。大前提、
声だけだとしても大前提絶対に出したくないの。そうだから嫌です。はい、うん、そう大前提嫌なんですよね。だから声すらも NG でお願いします。いいが配信してるとき話せない、いとこかわいそう。何が何が、家にいて話すことある？逆に一人でいてさ、そんなみんな独り言とか言うの？でも独り言言う人は言うか。いとこさん公園見に来たことあったりしますか？ありますよ。あります。卒業公演も来てくれました。いとこさんこれから大変だね。頑張れー。いやと一緒に住むの本当にかわいそう。自分で言うのもなんだけど、いやと一緒に過ごすの本当にかわいそうでならない。かわいそうすぎている。いとこ誰推しだったの？あおちゃん。東京キュートキュートは確かリリーが可愛いって言ってた気がする。多分童顔が好きなんだと思う。勝手にそう思ってる。ひなは童顔の赤ちゃんみたいな顔の人が好きなんだと思う。だってそうじゃない、あおちゃんとリリって共通点としてはさ、そっちじゃない。いとこがアイドルしてるのってどんな感じなの？別に何も思ってないんじゃない？言って。まあ多分そのなったりした時はさ、なんか思ってたかもしんないけど、でも今やどうでもいいんじゃない？どうでもよくない？多分どうも思ってない気する。ロリか。
うん、絶対ロリ絶対ロリ。何かしらの企画で暴露される可能性。何の暴露いとこのお母さん心配でちょいちょい東京来そう。うん、多分ね、いとこのお母さんそういうタイプだからね。あの、今までも結構ね、何回かあのこの家にいとこのお母さん来てくれてるんけど、多分もういとこ来てしまったらもう多分めっちゃ来る気がする。知らんけどめっちゃ会いに来そう、いとこのお母さん。うちのママとかは結構マジでそういうのないタイプなのよ。もうなんかもうあのマジそういうのないんよ。あの、まあ、もちろん心配とかしてくれてるけど、その心配だから会いに行かなきゃとかそういうのマジでない。もう勝手にしろ、してくれみたいな、たあのタイプなのね。例えばだけど、なんかそういう学校系のものでさ、授業参観とか絶対に来ない親、ひなのママは。でも多分いとこのお母さんは絶対そういうの行くタイプだからもう全然違うんだよね、うちのママといとこのママ、姉妹真逆みたいな感じ。うん、うちのママはマジでもう授業参観とかそういう音楽祭とか絶対来ない、絶対来ないし、ひなも来てほしくないし、なんかもうどうでもいいって感じなのね。そんなん親に見てもらって何になるみたいな考え。でも多分ママも結構なんかもうそういうのあんまりあの行かないタイプでも、いとこのお母さんも、もう動画みたいな、写真動画みたいな、可愛くない、めっちゃ。もう全然ひなのママと違う。そうだから多分いとこのお母さんはいとこが心配で頻繁に東京来るんじゃないかなって思ってる可愛いよね。なんか全然自分のママと違いすぎておもろいわかる月一で東京来そう、マジでいやでもありがたい、ひなはありがたい。いとこのお母さん月一で東京来てくれたらひなのお部屋掃除してくれるしひなのお部屋掃除してくれるし。でもひなもすごいいとこのお母さんとめっちゃ気が合うんですよ。気が合うっていうか、なんか好きなものとか結構同じなのね。そう、好きなアーティストさんとか好きな曲とか結構いとこのお母さんとめっちゃ気合うんです。だからいとこのお母さんと結構ライブ見に行ったりとかするの。だからそう大好きですも片付けていただきました自分でやれよマジで。あの今回もあの私のこのたくさんのコスメたちをとっても使いやすくあの分けてくださって、もうメイクがしやすいったらなんの本当にもうね、本当にごめんなさい、ありがとうございます。いとこのお母さん大好きだってこんなさ、どうでもいいさ、その、まあ、せめてあの自分の子供とかだったらわかるやん。自分の子供とかだったらわかるやん。でもさ、自分の姉妹のさ、子供の世話のかかるさ、この うっざいこのさ、世話までしてくれるんですよ。もうお母さんかのように。お母さんかのように、ね、やってくれるの。
だってさ、ひな、超、超、超ひどい話していい？もう本当にひどい話していい？あの、その、いとこのお母さんが来てて、で、ひながもう仕事終わりでめっちゃ疲れてたの。で、帰ってきて、ただいまーって言って帰ってきて、いとこのお母さんがひなの部屋掃除してくれてたんよ。でも、めっちゃ疲れてて、まあ、本当だったらさ、仕事掃除してもらってたら自分もやるべきやん。どう考えても。やっていただいてるんだから。でもひな寝てたからね。もういとこのお母さんが掃除してるその横でぐーたらぐーたら横になって携帯いじってもうやってもらってんだよ。掃除してもらってんだよ。ちなみに掃除してもらってる身なのに、あの掃除しているその目の前で横になってあの携帯いじって、でいとこのお母さんはあの、これはいる？いらない？ってひなにもう何個も見せてくるの。これは捨てる？捨てない？で、寝ながら、うん、あ、いらないかな？捨てといて。みたいな。最低すぎんのよ。本当にどう考えても最低なの。どう考えても最低。でも、携帯いじって。で、また、ひなたこれはいる？って。あー、それはいる。えい。みたいな。もう本当にありえない。やってもらってんだからね、マジで。感謝し、いや、感謝めっちゃしてんだけど、マジでお前もやれよ、なのよ、どう考えても。お前も掃除しろよって感じなのよ、どう考えても。そう。もうずっと、だからずっと目の前で掃除してくれてんのに、もうずっと、このソファに横になって、ずっと、最低です。ごめんなさい、ごめんなさい。お前もやれよっていうお話なんです。はい。ごめんなさい、ごめんなさい。しかもいつも来るたびに掃除してくれてんのに、いつもひなが荒らすから結局またやり直しみたいな。だから毎回来るたびに直しに来てくれる。ごめんなさい。もうこれ以上は散らかしません。なので、許してください。まあでも、きっとこれから月1レベルで来てくれるんじゃないかなって思ってるから、いとこの心配してね。いとこのお母さん A 型だよ。ごめんなさい。ありがとうございます。綺麗にしてくださって。本当に感謝。本当にいいとこのお母さん大好き。いいとこのお母様、見た目は可愛い系、綺麗系。どっちかな。あの、フォルムは可愛い系で、お顔は綺麗系かな。どうだろう。なんかフォルムっていうのはあの身長ちっちゃめ、そうかわいい、身長ちっちゃめ。誰かさんも A 型じゃなかったっけ？あれ？あれ？あれ？いや、うちマジ全員 A 型なんだよね。おばあちゃんだけ AB 型だけど。
マジうちの家族全員 A型、いとこも。ひな絶対 A 型じゃないんだよね。なんかどう考えてもひなのこのさ、この性格絶対 O 型なんだよね。でも、まあ、友達に A 型って言うと、まあまあ A っぽいところもあるとは言われんの。確かに A もわからなくもないって言われるけど、でも、この感じどこが A 型なのって感じ。バカなの？こんな A 型いんの？逆に。もう、むしろかっこいいかもしれない。大雑把なところ。いや、マジでこの大雑把、多分 O 型の人より O 型だと思う。O 型の人より O 型だよ、全然。ひなのこの大雑把さは。はあ、人間を4種類でまとめる方が無理あるよ。確かにね。無理だよ。人間なんか、人間の数だけ種類あるやろ。人間を4種類にまとめるなんか絶対無理。普通にどう考えても。人間は、人間の数だけの種類ですよ。多分、一人も同じ人いないやん。どう考えても。ということで、血液型、じゃない。マジで。超大型、うん、超大型。スプーンとかの汚れはめっちゃ綺麗。そう、もう口に入れるものだけは本当に清潔じゃないと無理なの、ひな。なんなんの？これは。口に入れるものは本当に、潔癖。でも口に入らなければ何でもいい。もう汚くたっていいじゃないか、別に。許容範囲でね。許容範囲でですよ、さすがに。自分も O 型なので、ちょっと複雑。え、複雑じゃないよ。O 型の人が大好き、ひなは。ひなは O 型の人が一番好き。O 型の人とめっちゃ、合う。A 型の人って O 型の人と合う。お風呂の汚れとか全然気にならない。いや、口の中と、そういうお風呂とか、なんて言うんだろう、なんか、は、めっちゃ気になっちゃう。お風呂系と、口の中系は、めっちゃ気になっちゃう。忘れてた言うの。そう、お風呂も嫌なんだよね。だからすっごいな、温泉とか行って、ああいうとこ裸足で歩くのめっちゃ嫌だ。もう本当に嫌ったらしょうがない。嫌ったらしない。たらしない。嫌ったらたらしない。そう。本当に嫌なの。だからなんか、本当に嫌なの。本当に嫌なんですよ。ね。だからなんか普通に主婦の人ってさ、なんかキッチンってさ、汚くないじゃん、別に。キッチンのその水場、キッチンの水場に落ちたさ、野菜とかパパって洗って戻すやん。そういうのも無理なの。もうキッチンの あそこにもう触れた時点でひなはもう汚いもの認定してしまう。でもキッチンって確かに綺麗なんよ、よくよく考えてみたら。キッチンって別にそうなの、誰もぐちぐちペーストとかしてるわけじゃないやん。だから絶対に綺麗なのはわかんの。でもなんかそういうのを触るのも嫌だ。気持ち悪い。はい。あとお風呂ね。お風呂も嫌だ。お風呂もなんかちょっとでも、なんかいいな。もう昔めっちゃパパに怒られたのが、うちの実家のお風呂って、の地面って、なんか模様があるんよ。黒い模様が。なんか、
もやもやしてる黒い模様が、模様なのね。模様なんだけど、ひなはなんかどうしてもなんかお風呂場だから、なんかカビなんじゃないかっていう思いがずっとちっちゃい頃からあったの。そう、模様なのよ。模様なのはずっと分かってんの。けど、ワンチャンカビじゃないかっていう。そう。で、カビじゃないのも分かってんの。けど、なんか嫌で、その模様が。で、いつもお風呂、すっごいお風呂の地面を汚いものだと思いながら、毎回お風呂に入ってたの。もう、なんかもうジャンプして、黒いとこ飛ばしたりして。ジャンプして、黒いとこ飛ばして、いつもお風呂に入ってたの。そしたら一回めっちゃ転んでパパにめっちゃ怒られた。だからパパの見てる時だけはそのカビを越せなくって、パパが見てない時はジャンプしても別に誰も見てないやん。でもパパが見てる時だけはそれを踏まなきゃいけないの。パパが見てる時はあ、もうこの床汚いと思ってませんよ風に歩かなきゃいけなくて、どうしても、そう、いつも一人の時はもう足できるだけつかないようにもうつま先立ちしてお風呂入るぐらいだったのね。つま先立ちして歩いてたの、パパがいない時は。でもパパがいる時はもうちゃんと自分の足をお風呂という地面につかないと怒られちゃうから、え、別にもう何も思ってないですよみたいな、え、余裕ですけどみたいな顔して、すっごい心の中で、うわ、今めっちゃ髪踏んでるかも、どうしようみたいなことを考えながら、パパの前では平然としてたけど、パパがいない時だけはいつもジャンプして飛び越えてつま先立ちで歩いてた。妙なところで潔癖。そう、妙なところで潔癖なの。本当に妙なところで潔癖なの。もうちっちゃい頃毎回お風呂ジャンプして入ってたもん。お風呂の地面怖く嫌で、お風呂の地面が嫌すぎて、いつもつま先立ちしてジャンプして転んでた。そう、それでパパに怒られたんだよね。電車のつり革もなるべくなら持ちたくないに決まってるじゃん。もうできるだけ持ちたくない、絶対に。誰が触ってるか分かりません。ね、おもろい話でしょ。携帯の指紋気になる？え、全然気にならない。どうでもいい。どうでもいい。今ほんと多分ね、だからね、0か100か。マジどうでもいいものはマジどうでもいいし、超気になるものはマジ気になる。え、指紋なんか誰が気にするねん。どうでもいいわ。それで動画が見づらいとかだったら気になるよ。邪魔やなってなってなるけど。なるけど。本当に大雑把です。気にならないところは、はい。はい、ということでそろそろ終わりにしようかな。
はい、ということで7日のライブ行けそう、嬉しい、楽しみにしてます、ありがとう。ではランキング見たいと思います。すごい今もうライオンみたいな髪型でランキング読もうとしてる。いや本当ね、なんかこうやって前髪をねこうやるのめっちゃ癖なんだよね。でも人前でやったらもう終わり、ブサイクすぎる。13位正代さん、12位 ARK さん、11位キムさん、10位アナンさん、9位マシオさん、8位埼玉のおじいちゃんさん、7位ティンバレラさん、6位ジンさん、5位アンドーさん、4位ひろゆきさん、3位ケンワンさん、2位ユートさん、第1位カズさん、ありがとうございます。ということで今日の配信はこれで終わりにしたいと思います。また明日配信します。今日もありがとうございました。おやすみ、バイバーイ、ありがとうねー。